こんにちは。今回は2022-2023 J リーグのオフの移籍市場での大分トリニータの補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手を18名挙げてみました。本日は2022年の9月9日です。 J2 は34節が終了しました。上位陣の成績はこの通りです。大分は勝ち点52で6位です。2位の新潟との差は13なので、自動昇格は絶望的ですが、プレーオフ圏内に位置します。J2 の昇格争いから目が離せませんが、早くも9月に突入したので、オフの移籍話も気になる時期です。今回は J2 の大分トリニータをピックアップしました。本動画の構成ですが、まず最初に今シーズンの大分を簡単に振り返った後、現チームの強みと弱みはどこなのかを数字で示したいと思います。3番目で大分の補強やチーム作りの傾向や考え方を述べた後、今オフに流出や退団や移籍が考えられる選手を6人挙げてみました。さらに今オフの補強ポイントを6つ挙げた後、最後に今オフに獲得できたら面白いと思う選手を18人挙げてみました。それではスタートです。まず最初は2022年シーズンの振り返りです。34節を終えた時点で13勝8敗13分けで6位に位置します。48得点39失点となります。降格1年目で開幕から5試合勝ちなしと大きく出遅れましたが、その後盛り返して着実に勝ち点を積み上げてきました。片野坂監督が退任して、下平監督がチームを指揮していますが、基本的なサッカーは変わりません。メンバーもそこまで変わっておらず、細かいパスワークからの疑似カウンターが大きな武器になっています。こちらは主要プレイヤーの個人成績です。小屋が6ゴール4アシスト、長澤が6ゴール2アシスト、出遅れたサムエルが15試合で5ゴールを挙げていますが、ゴールを量産している選手はいません。渡辺新は24試合で4ゴール、中川は19試合で4ゴールを挙げています。今度は大分の強みと弱みはどこなのかを数字で示したいと思います。こちらは34節を終えた時点での各種のスタッツです。1試合平均の得点数は7位で、1試合平均の失点数は12位です。目立つのはやはりパス数で、574.5 本というのは J2 で2位です。ただ、シュートに関する項目は平均以下で、シュート数は14位、枠内シュート数は13位、枠内シュート率は17位となります。その他で気になる数字を挙げてみると、セットプレーから12得点というのは J2 で5位です。セットプレーから8失点というのは6位タイです。セットプレーでの得失点差プラス4は J2 で4位タイです。平均年齢は18位、平均身長は16位となります。今シーズンの大分の平均身長は 176.59cm ですが、これは J2 の平均以下です。こちらはカテゴリー別の平均身長です。J2 の平均値はだいたい 177.50cm ぐらいなので、J2 平均と比べても1センチほど低くなっています。今度は補強やチーム作りの傾向や方針や考え方についてです。こちらは2016年から2022年までの過去7年間の平均年齢です。J3 だった2016年は 25.04 歳と驚異の若さでした。ただその後 J2 に復帰してからは平均年齢が少し上がっています。かつては西川や梅崎や清武兄弟や東などユースからたくさんの名選手を輩出しました。昨オフは J2 に降格してしまいましたが、主力の多くは残留しました。クラブ愛の強い選手が多いと考えられます。今度は今オフに流出や退団や移籍が考えられる選手についてです。センターバックのペレイラは J2 有数のセンターバックです。左サイドバックのミサオも J2 では上位クラスのレフティーです。スピード力の高い高木が人気を集める可能性もあります。他には脅威のスピードを持つ井上、
192センチの大型ストライカーの長沢、売り出し中の若手のユミバーなども他クラブのターゲットになる可能性はあります。今度はコンオフの大分の補強ポイントについてです。やはりゴールを量産できるストライカーは欲しいところです。 J2 であれば2桁ゴールを計算できるストライカーが必要です。高さのあるセンターバックも欲しいところです。若手のアタッカーも必要です。2列目の選手は町田や小林や梅崎など30歳前後の選手が大半で高齢化が進んでいます。将来性の高いアタッカーを確保したいところです。さらには33歳の高木の後継者となるキーパー、フィード力と高さを兼ね備えた大型のセンターバック、得点力の高いアタッカー系の選手は必要です。経験や実績のある選手がたくさんいますが、今シーズンは2列目の選手の得点数がやや少なくなっています。最後にコンオフに大分が獲得できたら面白いと思う選手を18名挙げてみました。まずはゴールを量産できるストライカーです。神戸の藤本、ガンバのレアンドロ・ペレーラ、ヴェルディの佐藤龍我の3人を挙げてみました。藤本は大分で活躍した点取り屋です。レアンドロ・ペレーラは広島時代に J1 で15ゴールを挙げています。ヴェルディの佐藤は J2 でプレーする若手のストライカーの中では屈指の選手です。コンオフは人気を集めるでしょう。今度は高さのあるセンターバックです。鹿島のキム・ミンテ、名古屋のチアゴ、 FC 東京のエンリケ・トレビザンの3人を挙げてみました。キム・ミンテは187センチ、チアゴは191センチの長身です。エンリケ・トレビザンは2021年に大分で大活躍しました。今度は将来性の高い若手のアタッカーです。愛媛の小原、栃木 SC の八千田、山口の沼田の3人を挙げてみました。小原と沼田はフィードと技術を持ったサイドアタッカーです。八千田はテクニシャンですが京都が保有権を持っています。今度は高木の後継者となるキーパーです。清水の梅田、町田のポープ、新潟の阿部コートの3人を挙げてみました。梅田は現在は怪我をしてリハビリ中ですが高いフィード力が武器です。ポープは2021年は大分で14試合に出場しました。192センチの大型キーパーです。今度はフィード力と高さを兼ね備えたセンターバックです。柏の上島、福島の岡本翔成、長崎の菊池の3人を挙げてみました。上島は186センチ、岡本は183センチ、菊池は U19 日本代表に選ばれており清水が保有権を持っています。今度は得点力の高いアタッカー系の選手です。甲府の長谷川、千葉の三木、FC 岐阜の藤岡の3人を挙げてみました。長谷川と三木は J2 屈指のアタッカーです。藤岡は J3 でゴールを量産しており、昨シーズンは宮崎で大活躍しました。以上のような18名を挙げてみました。最後にコンオフ並びに来シーズンの大分はどうなるでしょうか。当然のことながら J1 に昇格できるのかどうかでクラブの未来は大きく変わってきます。 J2 残留となると主力の流出が相次ぐ厳しいオフになる可能性もあります。就任1年目の下平監督の続投はほぼ確実ですが、2年目のさらなる飛躍に期待したいところです。ここに来て弓場や安田など若手の台頭が目立っています。この流れは来シーズンも継続させたいところです。今回の動画は以上です。本動画では大分を取り上げましたが、その他の J リーグのクラブの動画も順々にアップする予定です。見逃し防止のためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は夕方の18時ぐらいにアップしています。最新の動画をチェックしたいときは、それ以降の時間帯にアクセスしてください。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。